視聴者さん、うぷ主です。今回は5の2を周回していきますよ。この関西気ガン積みっぷりと思ったら不走に随分積んでないじゃん。まあまあさすがに火力戦艦は欲しいし、普通に6つ使えばいいだろ。レベリングですから、キリ。あ、はい。関西機は大丈夫かな。この2の羅針盤仕様は、なんと前代未聞の 100% ボス編成があります。ここでポイントなのは、ここまでの編成限定は大体何かが2隻以上とかになってますが、この2では、ジェスト、正規空母2、軽空母1じゃないと、羅針盤を固定できません。前の動画で正規空母4と正規空母3、軽空母1の編成があったが、どれも初手に並みに行くんだぜ。これはおそらく史実の3号海海戦を考えて、史上初の空母対空母海戦で空母にスポットライトを当て、史実通りの、昇砲、昇格、随格、編成が正解ですよ、というヒントだと思われます。結果的に前動画のように、なんとなく史実編成を入れたうぷ主がすんなりとクリアできたぜ。どやー？うべー。やります。さてこの1マス目ですけど、他は雑魚ですが、フラリが1隻または2隻出ます。周回レベリングに使うなら損害は避けられないってことだな。基本経験値は9月25日のメンテ後380になりましたが、この先の潜水艦マスも含めてレベリングするにはバケット相談ですね。提督、なお、ドロップは秋雲が出るぐらいで割とクソです。キムレア率が低く、ドロップなし率がやけに高いぜ。あと従順がこれでもかってぐらい出ます。まあ回収材料が欲しい人にはいいかもしれない。よかったわ。見ての通り、正規空母に軽空母1を入れれば、2パターンありますが 100% ボスに行きます。さらにここのボスは戦果が高い上に、優遇も、追撃にメンテを割り駒もドロップするので、みんなが5の2を回しまくってる結果、ランキングがすごいことになってるぜ。うぷ主も優遇を求めて50回回しましたが、翌日300位ぐらいの減衰になって吹きました。その後あまりやらなくなったので3日で440位に落ちたがな。9月作戦ランカーは全資源を5の2に注がないと無理ゲー臭い。資源もそうだが、プレイ時間もな。まあランカーはうぷ主には無縁なものですし、お寿司。ここは潜水艦マスですけど、見ての通り、潜水艦以外が出てくるパターンが3分の1あります。別に強くはないが、軽巡駆逐に MVP 取らせたい時は割と邪魔だぜ。通常火力を落としすぎると1マス目で苦労するし、うぷ主的に対戦レベリングは4の3の方がおすすめかな。4の3の基本経験値330だし、潜水艦2回戦えるしな。あとはこうやってフラヨからの事故が起こりまくります。これがうぷ主の5の2周回記録だが、71回出撃中撤退21回、その中フラヨが原因の撤退が7回あるぜ。 50% の3マス目とはいえフラオちゃん、ちなみに大破しないと撤退しないから、フラリは遭遇率が高いのもあるが、どれだけ強いかわかると思うぜ。ここは操作が効かず五分五分の運次第、どっちもボスに行けるけど、北の方が圧倒的に楽です。50% の3マス目なのにフラ戦艦の相関率を見ればわかるぜ。敵艦隊発見！ここはフラタかフラルが一層出てきます。なお護衛戦団のフラタと違い、こちらのフラタはきちんと仕事をする模様。護衛任務が嫌いなのかフラタ。あとこのパターンは地味にフラリが見通えるのが怖いです。フラルパターンはフラリがいないので、比較的に安心できるぜ。クソお姉様最高。まああと5回怖いのがあるがな。戦艦はやはりこの装甲がいいのよね。そうだな、軽空母な。ああ。はい、強制送還。畜生フラリはバカだ。前期突撃。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。こういう事故があるからねー。
ランカーたちにはフラリへのヘイトがすごいことになりそうだぜ。提督、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。感謝です。私従順が1杯出る、情報が1杯出る、そんなマップ、共に頑張りましょう。どうせなら正規空母も道中でドロップすればいいのに。いった、よくもやったわね。まあそのままリベンジ。キングクリムゾン、お待たせ。ボスマスはクリア後4の4と同じ3パターンになって、さらに25日のメンテで強化されました。敵艦隊発見。一応メンテ前の敵艦隊も見せておくぜ。基本的には姫&鬼、戦機、姫ぼっちの3パターンがあります。クリアするときは戦機の軽装甲がありがたいが、倒さなくてもいい周回になるとその火力は驚異的だぜ。で、風格が中破してるんだが、フラヨに一発かまされました。アルバコアが来たらどうしよう。いける、オフ。11ダメだけど蓄積されて中破したか。攻撃前なのは痛いな。前へ勝利は問題なさそうか。そうだね、多分。補正よ、なんで私ばっかり。前期突撃、私だって航空母艦です。やります。攻撃隊編成できる。じゃあ随時発進してください。消防艦ほどに横取りすごいですね。 MMO じゃねえしだろ。戦士艦に敵以上立てないのは甘え。このヒューガのドヤ顔、最初はヒューガの方が好きだったけど、だんだん伊勢派になってきた。そりゃまた、なんでヒューガが思ったよりもクールキャラじゃなかった。提督、私やりました。あ、どっちかというとギャグキャラだな。随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。感謝です。出撃します。秋雲直輪、死にたい。そうね、よくよろしく。こっちのデブキャラか。そういえば相変わらず初風欲しくて3の4通ってるけどさ、やはりひどすぎるよね。ここ撤退を計算に入れなくてもボス率 30% だっけ。っていうか、こりゃ本当ひでありさまだな。まあ戦艦4パターン引いたらこうなるよね。大破3中配置、いくら女神積んでいるとしても撤退だろ。だが進撃する。あかん、地区周回に脳をやられている。100%、初風の穴ケツを掘れー。いや、これガチでシャレにならないだろ。っていうか、そもそも勝てないだろ。女神発動させれば勝てるねん。飛行が米兵そのものじゃねえか。ワイル急に、ウプヌシル Q ちゃん大好き。あかんこれ。弾幕薄いぞ、何やってんだ。それって敵の弾幕に対して言うものじゃないよね。投稿戦来た、これで勝つる。勝つらねえよ、こっち火力ねえよ。ってはるなぁ。これが運命ならば、受け入れます。ふぅ、運ででよかったりね。ごめんなさい。ダメコン。これが米帝か。基準ね、富谷戦では弾薬満タンの春菜が絶対に許しませんよ。絶対許る春菜。これは流行らない。おっと、しまい、仲良く女神のもとに。その言い方やめてやれよ。私、バルハラから見ているよ。ていうか、ダメコンじゃないとこの合金セリフ聞き取れないよね。まあ長いからな。別によ。所詮は弾薬不足を待ち構えてるだけよ。味方補給艦の実装まだ？あれか、戦闘終わるたびに燃料弾薬1メモリ回復とか。あとは工作艦で戦闘終わるたびに耐久1割回復とか。もちろん時代は出撃時に積まないといけないけど。結構面白いと思うな、そういうの。そしてボスは9戦にデイと打ってくるマップが、大バカやメロ提督の寿命がマッハ。で、1500円が飛んだんだが、社会人の遊び金を舐めるなぁ。BGM が野戦パートに突入してやがる。正直、ウプヌシも戦闘1回で女神が3個飛んだのは初めてでした。反省も後悔もしていない。おう。私、砲雷激戦って聞くと、燃えちゃいます。炭素を。だらしねえな、雷神人。無茶言うなよ。海の藻くずとなりなさいな。漁師屋線行くぞ。さすが2500円使って負けるのはシャレにならないぜ。さあ、
どめを刺すわよ。やけに来るのならせめて仕事してくださいますか。やはり無痛いらないんじゃないかな。このフラを戦闘全無傷だから合金しないのか。サクラン、カットインじゃないととどめを刺せないもの。24でこちら6敵動けるのに勝てないとか思った。ここまで苦労したんだし、そろそろ初風欲しいぜ。そこまでドロップ率低くないはずだけどね。これが従来相関の実力ってやつよ。いい加減解放されたいぜ。あー、よかった、活躍できて。私が戦艦長門だ。よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。なんだろう、この気持ち。まあ普通に喜べばいいのぜ。そかー、じゃ長門連れて5の2に行こう。レベル22だが。まあ戦艦さんなら問題ないかな。伊勢ヒューガの会議が来るかもしれないし、レベルを上げておきたいしね。消費がすごいことになりそうだぜ。燃料1500切ってるし。燃料は投げ捨てるもの。ビッグセブンの力、侮るなよ。さて未改造の長門でも、数字上5の2には問題ないけど、フラリを一発撃沈すれば普通に杖でいいよね。そこが当たりが妥当か。伊勢に取られちゃった。あと伊勢合格です。来順200超えなら大丈夫そうだな。龍が3アウト。そういえばこの前青木鋼のアルペジオ買ったけど、こらって結局どうなったんだろ。その後音沙汰皆無だよな。順当に行けばような設定の401が来るか。イベントで霧の艦隊が敵で手術しよう401が報酬とかだけど、ウプ主としてはアルペジオ使用の高尾を熱烈希望する。カンコレの高尾ではいかんのか。高尾のおっぱいと高尾のケツラインが合わさり最強に見える。ケンペイさん、こいつを侵食魚雷の中に突っ込んでおいでくれ。イオナの中温かいなり。暴走治ってねえし。それじゃ潜水艦船はカットするか。キングクリムゾン。来たルートか。またの名をフラオちゃんペロペロルート。ねえよ、バカ言ってないでコメント返すぜ。フラ戦さえいなければ良いという風潮。イグゼットリー。最近はフラリとフラよもうざくなってきたから、どっちかというとフラオが大当たりという風潮だな。ヘッドはエクイゴが舐められていることには非常に遺憾であるペロペロ。そういう舐めるじゃねえからこれ。運営はそろそろフラを4より2のマスを出して、関西機の怖さを思い上がった提督たちに思い知らせるべき。そういえばお9が4層以上でできるマスってないのか。この2には期待したけど、結局は空母に空母姫とかだったし。手長と杖なおい。関数弾だろうけど152って。これは改造後が楽しみで仕方がない。緑髪って言うとニヤリかマナマナという風潮。さっきのドロップ脳でネタバレしたからいいけど、よく持って喋ると普通にいい子でしたよ。見た目、特に通常へと反して、そこまで露骨にエロくないのぜ。ただし巻雲との関係が非常に気になるので巻雲実装はよ、はよ。多いレベルのガチレズが来る気しかしねえ。全体的にかける、2系マクは難易度低いイメージ。お前それ3の2にも同じこと言えんの？3の2は中波進撃すればそこまで難しくないから、震え声。当たる前にチームはネタバレ、わら。気づいた時には手遅れだった。エンコードに宿泊しててチェックを怠った結果がこれ。本当すいまえんでした。でも春菜なら、春菜でいいなら、お相手しましょう。じゃあ行こう。続けて。続きは憲兵詰め所で行こう。あいえいえいえ。投稿戦なら行けてたな。残念。こちらがウプ主の取ったデータになります。反抗戦固定ではないが6割超えてるじゃねえか。最近は定時振りを反抗戦に振り返るという説があるので、ここは定時振りだらけのマスという可能性もありますね。他にデータを買ってる人があれば提供お願いしたいぜ。フラルとフラタスラ区別できない俺には関係なかった。把握してないからさっぱり。わら、愛が足りぬ。人数愛は敵に向けないと思うぜ。
着弾弾わら着弾剣ね剣弾わらわら剣とめげくやわらマジ謎の念力しかも追われるまで気づかなかったウプムシの日本語力やばい狙いは銀であだし S 勝利とか別にいいやまあ S 勝利と A 勝利のドロップが違う気がしねえがな連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば長とく A ムツは理論上同じスペックだけどな軽空母商法です記録取ってないけど多分20隻以上出てる、はい、商法提督がいればすぐ逆走いけそうだぜ久しぶりの補給タイムありがたいまあ知ってたこれならやつていうか戦艦主体の人から見れば軽い方だぜこれここからはメンテ後になりますあれユークもゲット動画は壊れた山本提督や山口にファイルが壊れてしまったおま一応 SS はありますけどあまり意味ないよな最後にユークもボイスコーナーをやるからそれで許してちょクリムゾンイスズ、伊勢、チューガってことはレベリングも兼ねてるんだなうん、そこそこの感じくれば堀とレベリングを一緒にこなせるからじゃなんで一向戦と報奨普通にレベリングだけどこの3人のレベルより高いのは潜水艦しかいないかだからいやほら、五光線のレベルを上げるとか昇格77、随格70になってるよ。マジで。50周すれば全然上がるさ。昇降も70になってるし、資源もそこまできつくないから。って、クラタがいるな。25日のメンテで、この2はボスマスに、キメ&ウィーバイのバターンにクラタが追加されましたが、同時にユークモのドロップ率上昇及びにクマがドロップするようになり、どっちかというと美味しくなったと思います。ユークモはあれだな、航空巡洋艦2等のクエストに必要になったから。イベントで素手やかクマのを手に入れてなければ、ミクマ必須という鬼畜クエストですねー。というかこの2のミクマ報告もあったっけ？ミクイン結構な数の報告が上がってるよ。スレまとめサイトはないけど、クワタさんがハッスルしているんだが、砲台と燃料がぶっ飛ぶ覚悟があれば美味しいから、震え声。相変わらずフラカの回避率でマーヤ戦線滅追撃戦はイスズのお箱よバカね撃ってくれってこと体感だけどイスズを50までに上げる途中に繰り出しまくって命中率上高くて目標選択が賢かった気がする改造できるようになってやる気満々だなイスズボトナゼ死んだし、レベル13までは生きたのに。え？また私の戦果が一番なの？どうなのさ、ヒューガー。おとなしいじゃん。では、ユークモカモーン、ご視聴ありがとうございました。ユーグモ型一番艦、ユーグモ、着任しました。提督、甘えてくれてもいいんですよ。軍令部からの報告です。ご覧になってくださいね。提督、もういらしてたんですか。提督、もういらしてたんですか。はいはい、何ですか。提督といい、巻雲さんといい、スキンシップ大好きですね。駆逐艦ユーグモ、本気で行くわ。はいはい、何ですか。提督といい、巻雲さんといい、スキンシップ大好きですね。提督、一緒に頑張りましょうね。主力オブ主力のユーグモ型、出ますやってきたわね。砲台撃戦、開始よ。巻雲さん、野戦っていうのは、こうするのよ。面白いように当たるわね。やってくれたわね。倍返しなんだから。まあ、装甲なんてないからね。艦隊が作戦から戻ってきたわ。
まあ、装甲なんてないからね。艦隊が作戦から戻ってきたわ。ありがたく使わせていただきますね。遊具もは改装中。覗かないでね。満たされました。ごめんなさい、長いお風呂かも。ちょっと疲れが溜まってしまって。新しい艦が浸水するわね。デート君、私を選んでよかったでしょ。お風呂は好きよ。いただくわ。最終量産型艦隊駆逐艦の一番艦、舞鶴生まれよ。惨敗のミッドウェイ海戦が初陣よ。いいじゃない、別に。あの島へのネズミ輸送や下合作戦、南太平洋海戦、キスカ撤退作戦などで奮戦したわ。